どうも、あいやしさ 120% の男、ブス島です。心霊学校からの脱出、実況プレイやっていきたいと思います。なんかこのゲームやるたんびにホラーということを忘れる時がたまにありますね。前回はまあホラーというか恐怖体験というかね、虫が飛んできただけでしたけど、まあどうもおっぱいに目がいっちゃうんだよなというわけで、おっぱいを近くということでね、おっぱい疑惑、おっぱい創作とかね、まあそんなことやっててもしょうがないです。しかも創作で探索じゃねえかよって思いますけど、じゃあ今回は第3章おっぱい近くをやっていきたいと思います。それでは行きましょう。3章ポチッと。いや怖いんだよなやっぱり。第3章近く、横文字は読めない。レイカ様、早く2階行ってみましょうよ。ね、黙れ、カップ。少し待ってください。階段の木は腐って いなさそうですけど、いい。おっぱいだ。これ、ずいぶん腕細いな。自分でこう挟んだら気持ちいいのかな、こういうの。どうなんだろう。うん、十分な強度は保たれているわ。これなら安全に登れそうね。傑作さん、あなたは？へいへい、わかってますよ。扉が開くよう努力いたしますよ。それでは行きましょう。何が起こるかわからないから気を引き締めてね。はい、レイカ様。はい。でんでんでんということでね。あお、いいじゃん。ちょっと待って待って待って、ここ見せ場だ。ほほ、これはこれは、へへ、お前邪魔なんだよ。邪魔なんだよ、とりあえずお前よ。ちょっと待って、俺のパラダイスゾーン、お前。こいつのせいでちょっと見えねえじゃねえかよ。 A カップでもいいんだから、ちょっとレイカに、この貴様の唇なんか見たくねえんだ俺は。ああ、オッケーオッケー、やめなさいゲス、何をしているんですか。おほほ、これはこれはまあ事故でございますよこれ。いや、こことかちょっと拡大してみっか、これなあ。いいじゃないの、いいじゃないの、これテクスチャーペット貼ってるけどね、これ。おう、影がいい仕事をしてるぜ。ちょっとこれ右クリックとかでこの文字は消せないの？消せないのか？へっへっへ。いやですね、お嬢さんがどこ安全に階段を登れるよ。この傑作目がお足元を照らしていただいてるんですよ。へっへっへ。何ですかそのへりくつは。こら、レイカ様を照らすな。ちょっと傑作になりてえな。取り巻きさん、相手にしてはいけません。さすがお嬢様、いいものをお召しでいらっしゃいますね。見えたんですか。うわ、傑作さん、それドン引きだよ。大人として人としてダメなやつだよ。いや確かにダメなのは分かってるんだけど、お年食っても見たいんだよ。分かるか。お前らに分かんねえだろうな。 G カップ、そしてお前 A カップ、そして D カップ。いいね、うるせえクソガキ、てめえのちびげつで土味方のお嬢様が隠れてたろ。いやいやいや、これはこれで悪くないぞ。さっさとのけ。なんだろうこのぐさっと刺さる感覚。なんかでここあったね今ね。では2階を探索してみましょう。あれ、霧島さんがいない。あれ、どうして。もうあの子は仕方ないわね。ちょっとだ、これなんだよ、もういかにも、何これ。うん、なんもねえか。なんだよ、なんもねえならいいけどよ。こっち行くと、あれ203教室開かないと。あ、じゃあ2階だけを探索する感じなのかな。お、なんだこれ、なんだろう。予約者の扉って書いてある。どういうこと、いじれんの。じゃあ大人番号行くか。ああ、大人の番号行こう。0、お約束ですね、072ということでね。うん、何にも開かないね。やっぱり大人の番号じゃダメという感じでしょう。あ、ここもなんか鍵がある。開かない開かない、鍵がかかってる。図書室かこれ、書いてんね、図書室と書いてます。なんだこれ、家庭科室、理科実験室。あ、理科実験室って書いてんな。おう、なんだよ、じいじゃんこれ。虫の死骸が乗っていて触りたくないと。触れ、水は出ないと。おー、触れっていう言い方はおかしいけど、なんだこういうところとかもなんかあるのかな。
あ、なんだ、今一瞬出たけど開かないということで、ちょっとめくりたい、めくりたいじゃね。ちなつさん、一通り入れる部屋は探してみたけど誰もいないわね。他の部屋に入る方法があるかも。それとも戸棚の上に何か光るものを見たけど、あれは何かしら。ダメ、椅子を使っても手が届きそうにないわね。他の方法を考えてみましょう。開かないか、やっぱり。まあしょうがねえな、戻るか。一回行ってこれなんだろうと思って、お札が貼られている。取れないのこういうお札。なんでお札なんだよ。ちょっとここもないしな。便器は意外と綺麗。さっきも、ああ、ちゃんと流そう。ほう、やっと見れるというようになってるね。ちゃんと流そう。ちゃんと流そうはわかるんだけど、どうやって流すんだよ。便器は意外と綺麗だ。あ、同じトイレか。これは覗くもんじゃない。ちゃんと流そうって水流れないのこれ。ちょっと他にもなんかねえのかな。こういうところ見てもないしな。ちょっと、うわっ！やめろこういうの。心拍数上がっちゃったよ。やめろこういうの。今何、目の差が、いやーちょっと鳥当たったな。水は出ないみたいと。ちくしょう、びっくりさせやがって。ここ回るか。じゃあここは黒板、これは本入ってて、他のとこタップできねえしな。ああ怖っ。ああまたバーンとか出てくるのやめろよ。ここもうない、もう何もない。あ、これ見、あ、ちゃんとトイレの注意書きが書いてある看板だ。あ、そういうこと、もしかして。おう、傑作さん。おう、ガゲ、2階に誰かいたのか。今んとこは誰も。でもまだ入れない部屋があるから、そこに隠れているのかも。なんだよ、しみったれた顔しやがって。お前の友達かもしれねえんだろ。へっへっへ。ガキならもっと楽観的にはしゃいでりゃいいじゃねえか。うわ、なんか傑作さんが少し優しくてキモい。もうキモいやつって何やってもキモく思われるからな。けっ、クソチビが。まあまあしょうがねえよ。ちょっとトイレもう一回行こう。ちゃんと流そう。これ使うのか。あ、便器は意外と綺麗だ。あ、これちゃんと書いては、この針金使うの。あ、ぶっちゃけ板はいらない、汚いし。おお、こういうことか。分解して針金だけ持っておこう。あ、こういうこともできるの、アイテム。ふん。あとどうしたらいいんだこれ。針金でも使うのか。こう、便器は意外と綺麗だ。なんか針金使うところってあったっけ。わかった。2階行こう。ここだろ、ここだろ。これ、開かない。鍵はかかってる。針金使ってなんか、取れるとか、椅子使ってもどうのこうのって言ったけど、そういうこと？違う？あ、こういうこともしかして。虫の死骸に乗っていて触りたくないと。針金だ。いや、針金を使ってどかすとか、そういうことでもないか。水は出ないみたいだ。なんだ？開かない。鍵がかかってる。まあ今針金常時携帯してますけど。あ、どれどれ。あ、霧島さん。何か見つかった？特に役立ちそうなものは発見してないわ。そんなことを人に聞いて回るより、自分で何か見つける努力をする方が賢明ね。そりゃごもっともで。だからそれを今やってるんだよ。これだって意味ねえもんな。我が予約者の時だって分かんねえ。なんだ俺。もう針金常時携帯してるけどさ、この鏡見たって意味ねえしよ。A カップ。よう、なんだ。グミ、レイカさんも見つけたかなかったかしら。あ、鳥巻先輩、また巻かれたんですね。人気の悪い言い方をしないでくれるかしら。どうせ居場所は知らないのでしょう。生徒会長ならいいわ、自分で探しますから。これだから組員は理科室にいると思い、あ、聞かずに行っちゃった。さあどこだ。これ開けて、閉めて、この本が入っている。特に気になるところはない。
あ、本落としちゃった。おーおー、なんか進んだ。あれ、これは何？本が入っている。気になるところは特にない。あ、あ、あ、小さめのピンシリンダーキーだ。さっきとは違う形状だ。オッケーオッケー、鍵ゲット。オッケーだ、行こう。いやー、マジで怖えな。とりあえず前回前々回だか忘れたけど、バコーンっていうのがないだけ。うわ、なんだよ。あ、あ、ちょっと待って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 、調べちゃいけなかったのか。心拍数上がっちゃったよちょっと、よしよし、ここかな。ピンシリンダーキーどうだろう。あ、開いたっぽい。開いた。戸棚の鍵だったんだ。オーケー。おー、なんか頭とかねえよ。大丈夫だよな。戸棚や実験に使う器具があると。あ、使えそうなの。なんかこれっぽい。うん、これだろう多分。マイナスドライバーを手に入れた。あら、この戸棚開いたのね。あ、生徒会長、そうだったの。この棚に足をかければ上に手が届くかもしれないわ。ちょっとやってみるわ。お、マジか。どんな風になる。だ、大丈夫ですか。少しおてんばなんじゃ。もう満タン。運動神経はいい方なのよ。よっと。おお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 、そうそう、あのね、視聴者こういうのを待ってたんだよ。ちょっとこうモニターに顔近づけても見えねえもんな、これ。そう、視聴者はこういうのを待ってるのよ。いやー、いいっすね。もうちょっと俺はね、太い方が好きなんだよね。むっちりしてるのがいいんでね。ちょっとこの辺タッチと、おおお、あ、いい感じ。もう少しで手が届きそう。そうですか、そうです。ちょっとペロンって行こうぜ。ちょっと、ちょっと、ちょっと、このガラス容器は、うん、特に必要ないなということで。うん、あとちょっと、もう一回、ここ触っちゃい。こういうところもいいよね、こういうところもね。あ、いや、どうした、どうした。うん、ダメ、落ちそう。そうか、そうか、そうか。ごめんなさい、千夏さん。お尻を支えて、オッケーオッケーオッケー。 お尻を触れ、俺がやりたい、俺がやりたい。は、早く腰を支えます。ダメ、腰じゃ持ち上がらないでしょう。ああ、キャー、おー、いたたたたた。千夏さん大丈夫。ごめんなさい、下敷きにしてしまって。こういうところで怪我するのは一番危ないからね。うんうん、はい、大丈夫ですので、早めにどいていただけると。あ、ごめんなさい。あら、大変。こぼれた石灰水で千夏さんのお尻が濡れてしまっているわ。いや、これくらいすぐ乾きますから。そのままじゃ気持ち悪いでしょう。そうだ、私の替えの下着持ってるわ。おお、何その楽しいの。なんでそんなもん持ってんですか。シャワールームを使用しているとき、たびたびなくすことがあって。傑作のせいだろ。話を大きくするのも気が利きますし、替えを持ち歩くようにしていたのど。傑作だろ絶対。それはいろいろ大変ですね。でもお気持ちだけで結構です。そんなこと言わないで。あらまあ、あらまあ、私が着替えを手伝ってあげるわ。いや、完全これあれだな千夏ターゲットになってんじゃん。俺的には楽しいぞ。ちょ、うわ、やめてください。生徒会長、営業なんかいらないのよ。してませんから、やめてください。ひぃ、レイカ様、そこで何をなさってるのですか。ち、邪魔が入ったわ結構黒いな、この生徒会長な。俺好きだな。あら、鳥巻さん、なんでもありませんわ。千夏さんと戸棚を調べたの。あ、そうだ、千夏さん、戸棚の上にあったものはこれだったみたい。なんかの役に立つかしら。あなたにあげるわ、預けるわか。何、結晶石みたいに中に何か見える。ほう、レイカ様、グミに構う必要はありません。黙れ、 A カップ。もう探索はこの鳥巻たえやす子だっけ、忘れちったよ。まあいいや、鳥巻がお供いたします。そう、それじゃ千夏さん、何か見つけたら読んでくださいねと。は、はい。なんだこれ。ふう、助かった。唯一の心の支えだった生徒会長がまさかそっち系の人だとはいや、そっち系とかそんな生優しいもんじゃない。あれは完全なもんだよ。はっきり言うよ、ガチ売りだよ。うん、ガチ売りですね。でもお前ら可愛いからいいじゃん、二人ともね。いいじゃないの、ガチ売りとその子分。
不気味なクラスメイト、変態親父、お前が一番まともかもしれんな。もしかしたら同行者にまともな人間がいないのよ。むしろ自分に興味がない変態の傑作さんが一番安全に感じるくらいだよ確かに。はあ、はあ、助けて綾子そうだ綾子、私は綾子を探しに来たんだ。こんなことでくじけてる場合じゃない。そうこれ何だったんだろう。これとこれ組み合わせるとかかな。天秤ばかりだけど使う必要はないということで、まあとりあえず何か見える。あ、本当だ、なんか入ってるね。なんかパイン飴みたいなの入ってんね。なんか使うんだろう。なんか割ったりするのかな。まあとりあえずどうしたらいいんだ今度。なんだよこれ、またびっくりするタイプかこれ。ちょっとやってみ、ほらほらびっくりした。うぎゃ、あ、ちょっと心拍数やべえな。あー、どっくんどっくん言ってんじゃんこれ。あ、どいた。おオッケーオッケー。あれ、排水溝の奥に何か鍵らしきものが見えるんだけど、手を突っ込んでみたくないし、一番届きそうにないし、第一届きそうにな、これか。あ、こっちか、こうか。針金引っ掛けて鍵を、ダメだ、うまく引っかからない。じゃあこっち。あ、あれ、排水溝の奥に何か鍵らしきものが、突っ込みたくないしということで、あー、これじゃダメなのか。引っかかんないということ。これのわけねえもんな。あれ、排水溝、ちょっとね、ちょっとやばいんで、死にそうなんで、ちょっと広告見てくるわ。心拍数が回復しました。広告出た。OK ですね。ね、早く来て。無料100連ガチャ &SSR キャラがもらえるということでね。ちょっと回復しましたね。まあまあいいでしょう、いいでしょう。まあとりあえずとっととやっていこう。ここ開けても意味ねえもんな。これ、これどうやってやんのこれ。これ。結晶、あ、これ使えんのかな、どうなんだろう。あ、なんだ、使えたよ。こういうことかよ。アイテムの使い方がわかんねえとりあえず割れた。おそらくこれ磁石かなんかだろこれ。ほらね、結晶石の中磁石が入ってたみたいということで、ほら、でこれでこういうことだろう。多分こうやって、これもこういう風に使うんだろう。ほらほらほら、巻きつけたと。わかった、これでもうわかった。取ってこれでこうだろ。これでどうだ。よし、うまく取れた。ディスクシリンダー錆びているが使用には問題なさそうだと。 OK だ。いや、ちょっといろいろさまよっちまったぜ。ディスクシリンダーだから多分ここだろ。アイテムとアイテムを使うってやり方が分かんなかったね。開いた、この教室の鍵だったんだ。203、行きたくねえ、開けていきなりビャーとか出てこねえような。扉の鍵が開いたね。すごいわ千夏さん、ガチ売り A カップ。麗華様、軍民がたまたま成果を上げただけです。褒めてはいけません。開いたのなら早く中を調べるべきね、合理的に。その通りね、ガチ売り G カップ、いいね。あ、なんだよ、今人影だよな。今の見ました？人影が見えましたね。やはり中に人がいる。ちょっと行きたくねえ。扉の向こうで何かが動いた。この教室の中に綾子がいるのか、それとも綾子とは違う別の何か、余計なこと言うな、潜んでいるのかもしれない。おー、なんだ、行かねえの。あ、これで終わり。いやー、なんか CM 見たりとかしてね、まあやってましたけど、割とサクサク進んでるようで、意外とねビビりながら進んでおりました。アイテムとアイテムが使えなくて大変な目に遭っておりましたという感じですけどね、まあ結構サクサク進んでいいんじゃないでしょうか。はい、ということでね、今回はここまでにしたいと思います。どっちが好きですか？でかい方が好きです。柔らかいからね。うん、ちっちゃいのもちっちゃいので、あのね、ちょっと触った時肋骨が当たるっていうのもなかなか悪くはないんですけどね。まあまあまあ、そんな話はどうでもいいわ。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼いたします。ブス島でした。ではでは。ないのかもしれない。ブス島もかなり身勝手で勝手な生活をしております。うわ、
ハルクホラーだな。全然ブス島的には OK です。確かにおっかねえ感じはするけどな。はっきりしたこと言えよ。もう教授もめんどくせえやつだな。こいつも常識では考えられない発言。コンストラクションブス島、あなたが体験するのは明日かもしれない。